中国教育の未来について話そう。こんにちは。はい、ふうふうくん、こんにちは。先生、この前脈診の機械や受診のアプリができてましたが、中国医学の今後ってどんな風に広まっていくんでしょうね。いろいろ発展すると思いますよ。楽しみですね。ちなみにどんな風になるんだろう。漢方薬がもっと一般的になるとか。そうですね、そういうのもあるかもしれないですね。いろんなシーンになんか溶け込みそうですね。そうですね。先生、今日はちょっとそのあたりをいろいろお話ししましょう。いいですよ。まず中国医学の発展するシーンって医療と健康の2つがあると思うんですよ。医療と健康？そうそう、病気で治療しなきゃっていう医療のシーンと、未病も含めた健康維持とかの部分ですよね。なるほど。医療は漢方薬とかですね。そうですね、結構漢方を学んでるお医者さんも増えてきたから、もっと広がると思います。私的には考え方が広まってくれるともっと嬉しいですよね。考え方ですか？そう、病気になる理論とか仕組みですよね。どんなのですか？むくみとか経絡とかもですし、心と体の話とか、季節によって体も変化することとか、それ必要ですよね。経絡とか入ったらすごそうですね。まあそれはすぐには難しいかもしれないですね。昔からいろいろチャレンジされてる方多いので頑張ってほしいですね。私的にはね、健康のところの方が先にどんどん伸びると思いますね。健康というと具体的には何になりますか？薬膳とかは絶対でしょうね。食べることは皆さん興味ありますもんね。この薬膳ですが、中医学が入ると面白いんですよね。今の食養生とは変わってくるでしょうね。へえ、どう変わりますか？調理方法に意味があるというのがまず一つ。それと診断を行いながら薬膳を選ぶっていう部分ですよね。今のはどんな感じでしたっけ？どちらかっていうと栄養学中心の考え方ですよね。まあ、それはそれでいいんですけど、そこで改善できてない体質なんかをきちんと診断しながら人に合わせて薬膳をするっていうのは面白いと思いますね。入薬膳ですね。そうですね、なんか新しい名前もつけたいですよね。今の生活にプラスするからプラス薬膳とかどうでしょうね。いいんじゃないですか。先生、他には何か広がりそうですか？プラス薬膳するですかね。まあまあいいや。で、他にはアロマとかも成長すると思いますね。アロマいいですね。芳香療法としての気の概念と合わせて中国医学でさらに活用したいですよね。なんで伸びると思うんですか？あ、それは診断アプリとかでできるようになるからですよ。体に合ってるかどうかが脈の変化とかで見れるから、継続して使用もできるし、目に見えて効果、結果が分かるとなってくるとどんどん広がると思いますよ。確かに、それはそうですね。それなら運動とかにも活用できそうですね。あ、運動もいいですよね。あとジャンルとして美容とか心理学とか、子育てなんかも成長すると思いますよね。わあ、楽しみですね。はい、みんなで元気に健康になる、そんな世の中とても楽しみですね。先生、ありがとうございました。中国医学ますます楽しみ。みんなニコニコ中医学、笑顔の処方箋。